るので、そうだから1時間だけやります。はい、そう今日お休みだったから家族と一緒にお墓参りに行ってきて、そのままご飯だけ食べてきた。わかる、なんか1週間さ、あっという間すぎてさ、なんでだ、なんでこんなに1週間があっという間なんだ。ちょうどね、先週もこの時間実家に帰ってて、そうだから先週は家族と一緒に聞いたんだけど、そうなんでこんなに1週間早いの、なんで、なんかあっという間、本当にすごい。ぜひ今日は磯七が出ます。はい、ぜひ。今週はね、あ、今週は結構面白いことになってます今週は結構面白いことになってると思うので、まあでも本当に一瞬一瞬だよね、めっちゃラジオ。そうなんですよ、本当にタイトル通り一瞬のラジオで、めちゃくちゃ一瞬なので、皆さんぜひお聞きください。充実してます。てかもう明日からもうめちゃ、もう明日から8月もうやばいまだ8月前半、今日もお休みだったし、8月前半割とまあ時間あったけど、やばい、もう明日からがもう詰め詰め。でもそうだ、サマステじゃなくて、あ、サマステもそうなんですけど、サマーソングのね、当選というか、まあ、サマーバックの抽選が出たんだよね、結果がね。皆さん何か当たりましたか？いや、そう、え、それでさ、みんなのさ、そのポストで気づいたんだけどさ、サマーバックのさ公演って昼夜なんだね昼夜なんだ、頑張ろう。そうなのか、ちょっと忘れてました。なんかやっぱ特別公演ってさ1公演しかないイメージだったからさ、昼夜なんだと思ってそうね、でもなんか中にはさ、メッセージ昼夜どっちも当たってる方もいたりとか、なんかメッセージ動画もそれにプラスしてメッセージ動画も当たりましたみたいな方もいたりして、すごいね私は今回はサマーバッグは買ってないので何も当たってません私が買うのは福袋だけなので、サマーバッグは買ってないので、はい。あ、でも全部外れちゃった方もいらっしゃるのか。もっと私物サインやってたかった。あー、確かに私物サインね。そう、前から昼、え、待って、サマーバッグって昼夜だったっけ。あー、昼夜か、めっちゃ忘れてました。そうだわ、昼夜だったね、去年も昼夜やってた。そうだわみゆちゃんのものは何も当たりませんでした。当ててよ。パパは買ったの？買ってません多分買ってないと思う。知らないうちにね、なんか買ってたりするから怖いんだけど、多分買ってないです誰のグッズでこうやった、いや、そうなの。でもなんか公演は分かんないんだよね、誰のグッズで当たったかね。そう、なんかそのメッセージ動画とかだと、とか私物サインとかだと、その買った福袋、サマーバッグ買った子の中から、そのまあだ、いろんな子を買ってる方は、まあ、だ誰かって名前がで分かるけど、福袋は福袋じゃなくて、公演、サマーセットリスト公演は誰のでそれに当たったかっていうのは分かんないんだよね。なぜかすごい福袋っていうワードが口から出てきちゃう昼夜と困っちゃうの直筆サインがあって、おお、ね、でもすごい、公演とサイン当たってる、すごい。昨日の公演でみゆちゃんって叫んだら声カスカスになっちゃった、すいません、ありがとうございますいっぱいコールしてくれて、喉はお大事にねってたら実家に届いてる。あ、確かに何も届いてなかったってことは買ってない何も届いてなかったから多分大丈夫、多分大丈夫って何買ってないと思います
来週初めて劇場公演見に行きます。あ、嬉しい、ありがとう。そうだ、9月1日までのね公演のスケジュールも発表されて、そう、私9月1日それこそコマの初日はちょっと出ないんですけど、8月いっぱいの公演は全部出るので、はい、あと何日だ、16、21、もう忘れた、16、21、31の公演に出ます。31はね帰りの生誕祭なので、はい、8月の公演は全部出るのでぜひお待ちしてます1年間有効なのが嬉しい。あ、そうなんだね、そっかそっか。え、でも、あ、そうだ、そういえばサマーマックはツーショットがなかったんだよね、確か。そうだ、ツーショット欲しかったのにって言ってた人がいたけど、私物サインとメッセージ動画とみたいななんかあって、ツーショットは確かなかったんだよね。なんかさ、ほんと私今回てか今お一人だけやったんですけど、今さツーショットのさチェキの権利使うとさ、アンコールの衣装がシャベピだからさ、シャベピの衣装でツーショット撮れるんですよ。こんな機会またとないじゃないですかそうだから私のねツーショットの権利を持ってくださってる方にはもうぜひ今使ってほしいって思うぐらいで、そうだからサマーバッグのツーショットの権利もしあったらさ、もう今すぐにでも使ってほしかったぐらいなんだけど、そもそも今回サマーバッグにツーショットないんだよね確かね。それがね私も残念、撮りたかったわ。そう、9月1日ないんです私。そうなの、くもちゃんの初日僕の誕生日なんだよね。あー、そうなんだね、私いなくてごめん日韓カップルで見に行きますね。嬉しい嬉しい、お待ちしてます。楽しんでもらえるといいね。昨日夜公演ベルちゃんのシュシュゲット、お、すごい。今回ね私はシュシュ投げてなかったからね。そう、帰りセーターの日はポジ違う、さあどうでしょうさあどうでしょうしょちゅう見舞いと限定の、あ、そうだ、しょちゅう見舞いだ、そっかそっか、それがあるからツーショットがないんだね。そう、ツーショットね、私は今使うことをおすすめします。なんか生誕祭とかでね使ってくださる方もいらっしゃるけど、まあもちろん生誕祭も1年に1回しかないからね。そうだし、やっぱりさ遠くから来てくださる方とかはさ、そんな頻繁に劇場に入れるわけではなかったりするから、なんか通常公演よりもその生誕祭だけは遠くからでも頑張って行こうって思ってくださる方が多いから、そう、なんかそういうところでツーショットの権利使おうって思ってる方も多分多いと思うんですけど、多分そういうとこでしか使えない、生誕祭ぐらいでしか劇場に行けないからツーショットはそこでしか使えませんっていう方も多分いらっしゃると思うんですけど、もしね、あの何、普段から劇場めっちゃよく通ってますみたいな方でツーショットの権利を持ってる方がいたら、私はもう生誕祭ももちろん嬉しいけど、多分生誕祭はもしかしたら他にもいっぱいツーショット撮りますよって方がいらっしゃるかもしれないし、そうだからしゃべぴの衣装で撮るは結構なんだろう、穴場じゃないけど、あのおすすめそう、お一人だけねこの前やったんだけど、そうやりましたね、おすすめした。私は地震の影響で行かなかった人が権利持ってる人、あ、え、あれってツーショットなんだっけ、あのね、あれね新春公演だ、新春公演延期になった分ね来られなかった方にあのなんかサイン入りの生写真となんか権利あげましたよね。あれツーショットだったんだ、あの権利。確かにだとしたら持ってる方もう使っちゃったかな。そう、今おすすめしたい。サマーソングセットリストで半ば強制的に衛生が来た確かにね。でもさ、そう、福袋のさ、その新春公演もそうだけどさ、なんかもともともう予定があって絶対に行けないのに当たっちゃったみたいな方も多分いらっしゃるよね。そういう方はね、頑張
頑張って来てくださるのか。でももう無理ですよってなったらどうしても空席になっちゃうね。そうでもまだサマーソングセットリスト何の曲やるか私たちも知らないのでまだちょっとリハ1個もやってないのでどうなるかわかんないんですけど、まあまあ楽しみですね。あ、エンジン参加の話はもう聞かないでください。知りませんあれはもうなんかどこかに行きました。あれを行使してる人は見たことがありませんし、今年の福袋ではもう消えたので、そのことはもう皆さんの脳みその中から消してください。あれはきっとなかったことにされたんだとだってさ、そもそもさ、あれなんか当選の時点でさ当たりましたって言ってる人見かけたことなかったもんね。で実際に使ってる人も会ったことないから多分なかったんだと、そんなことは嘘だったんだと多分そんなものは最初からなかったんだと。フリカの権利、あ選べたんだ、そうなんだ。あじゃあツーショットじゃないのを選んだ方が多かったのかな。そっか、代わりの直筆サインの権利持ってる。あなるほどね、サインとかツーショットとか選べたんだ。あそうなんだ。え選べたんならみんな何にした何にした。そうなんだ、再来週なのに。そうなんです、やっぱ今まだねちょっとサマステが一番目前なので、そうまだサマステのリハしかしてなくて。そうなんですよ、サマステが終わったらもう次の週の1週間でサマーソングを全部詰め込むという、まるなんか強行突破なスケジュールだから8月は詰め詰め。そうコンサートの感想言いたかったから4月にツーショットとか。あーなるほどね、確かにコンサート後だとそうだね。しかもその頃まさか夏ブロックでしゃべぴやるなんてまあ思ってたけどさすがにしゃべぴやるは思ってたけど、しゃべぴの衣装でやるはね誰も想像してなかったですもんね。そりゃでもシャビピの衣装でツーショット撮れならってなるよね。えそうなの、そうサマステさ台風直撃説が出ててさ、私も今日家族にさ会った時さ、ねサマステ大丈夫本当にやるのって言われて、え知らないよお願いだからやってよって思ったでも本当に結構17の深夜に直撃するらしくて、ねえお願いだからやらせて、こんなに頑張って練習してんのに一瞬の花火初披露どこでやんねんってそうなの。昨日のやる公演4列目の真ん中あたり今までで一番いい席。おおありがとうございます。次はじゃあ最善目指してお待ちしてますお待ちしてます。今月も劇場行けないと思ってたらサマーソングセットリスト公演にも、ああよかったありがとうございます。じゃあ今月最後の夏の思い出にぜひ。それが大人のやり方がツーショットサイン98がああそうなんだね。わあ確かにそれは結構迷いどころですね。98中もね必要な時には必要ですからね。私サインにしました。あやっぱそうそうだよね。台風が心配サマステ行けない。えそうだよ、なんか私さっきさネットニュースでさ東海道新幹線16日と17日なんか運転見なんか休止見込みみたいな書いてあって、え新幹線止まっちゃうぐらいだったらもうやれなくないみたいな思ったんですけど、わかる心配すぎる、お願いだからやらせてほしい。新幹線動かないぐらいってもう相当じゃない？なんか天気予報だとねまだ降水確率 30% とかだったりするけどさ、どうなんだろう。16日金曜午後から危ない。ねそれってさなんかその開始
なんかちゃんとやる実行とか中止とかの判断ってさいつ出るわけ。こんなハラハラドキドキさせられてね、なんかいつ、そうだよね、新幹線止まっちゃったらどうやって会場に行こうっていう方も多いよね。そ、なんかそれいつさ決まるのいつ確定するのって感じね。え、困るよね。16日だったら中止だったか。あ、本当に、ね、どうなんだろう。全泊してもらう、確かに確かに。で、私たちは逆に行けんのか。だってさ、前日さ公演やってるじゃん。だから多分さ当日入りとかになるじゃんね。行けんのかな。まあでも上越新幹線強いからな上越新幹線強いから大丈夫かもしれないけどね。え、上越新幹線雪では止まらないけど暴風は危ない。そうなの。じゃあもうそもそも私たちが行けない説もあるってこと。いやもうなんかできるできないの以前に私たち行けないみたいになっちゃうけどいや困る、本当にお願いだから台風どっか行って。昨日さしゃべぴの煽りさ、しゃべることなさすぎてしゃべること、もうさあれさ煽りさ毎回さしゃべぴだけ固定なのよ。センターの人が煽るって、なんかさポニーシューはさ煽る人毎回変えてるんだけどさ、しゃべぴはさ煽る人毎回センターの人だからさ、ずっと私でさ喋ることなさすぎてさ、昨日の煽り聞いてた。みんな台風を吹き飛ばすぐらい大きな声を出しましょうって言ったいやもうみんなの声で台風吹き飛ばすしかない昨日ねさ煽りそう言った。でも昼もちょっと意味わかんないこと言っちゃって、聞き直さないでください煽りね、ネタ切れるんよ。そう、まあ、シャメピってさやっぱイントロ煽りがちだからさ、フェスとかティフもそうだったけどさ、そイントロ煽りがちなんですよ。それさもうさ、まあ、フェスだったらまだねいいんだけど、公演だともう、ま、毎回ってなるとちょっとしんどいんですけど、頑張って煽ってます頑張って煽ってます。台風来るとすると一旦ステージ解体するとね。そうだよ、そもそもあのステージってさこの期間中はずっと常備されてるわけじゃない。でも台風来るってなったらどうなるんだろうねって今日話してたんだよね。そう、16日がもう17日明け方ぐらいには抜けて、午後は晴れて30、最悪なんだけどできたとてめっちゃ暑いってこと。そうだよね、台風の前後ってすごい蒸し暑いよねやだ本当に困る困る、どうしよう。みんなが来れても私たちが行けなくなっても困るし、ね、そうだよ、昨日の夜台風って言ったよ。昨日の夜のあり、台風も吹き飛ばすぐらい大きな声を出しましょうって言った。そう、吹き飛ばしたら多分新しい台風できちゃったできちゃった。そうなの、もうイントロでみえちゃんの煽りないと寂しいぐらい。ほんと？でもほんとにさ最近しゃべぴーさイントロ煽りすぎてさ、イントロのこれしばらく踊った記憶ないんだけどこの振りやってる時毎回煽っててさ、もう踊った記憶ほぼない。いつだって感じ。でもわかる、なんかもう煽ってる声が勝手に脳内再生される。なんかポンコツとかもそうなの。ポンコツでイントロあんま煽ってたことないけどさ、ないけどポンコツの煽りなんかもう頭で脳内再生されちゃって、ポンコツ煽ってないと気持ち悪いって私は感じちゃう。ポンコツのイントロそれと一緒だよね多分。しゃべぴのイントロ もうここは煽る場所ってさなんか勝手に思っちゃっててさ、もう喋ってないと逆に変な感じするときあるよね。そうだよね。去年のサマステは夕方からだったからよかったけど、いやそうなの、わかる、時間帯ね
かる。夕方かどうかってさ結構大きいじゃんこの時期。夕方になってちょっと涼しくなるなって感じで、昼間はさ本当しかも一番暑い時間帯じゃない？困る本当。しゃべりたい煽りがないとちょっと残念。なんかハードル上がれちゃった。上がれちゃった。みーちゃんの煽りテンション上がるから好き。本当に。でも大体何言ってるか分かんないって言われるよ。ちょっと声のトーンが高すぎて何言ってるか分かんないって言われちゃう。そう。いや難しいよ煽りはね。そう。新衣装着るのかな。ね。でもまあ新曲初披露になるのでそこで。まあ、初披露するんだったら衣装も着たいなって気持ちですね。でもさまださ衣装さもちろん着たことないからさ外で、しかも初めてさ着るってなったらさ初めて着るのが外の猛暑じゃん。なんか大丈夫かなって感じ。どうする、すごいモコモコの衣装とかだったら私たち倒れるけど。新曲初披露する前に倒れちゃうかもしれないけど、みんなねまだ新曲の衣装がどんな感じかわかんないけどさ、そうなんかモコモコそう後でみたいなダウンジャケットかもしんないじゃん。ちょっとだからまだ新曲の衣装でさ、ましてや外のステージなんて立ったことないからさ、これ本当に大丈夫なん、なんか外のステージ、そもそもさその新しい衣装をさ着るってなった場合さ、新しい衣装でさステージすら立ったことないわけじゃん。だからさその 着心地っていうの、踊りやすさとかさわかんないわけじゃないですか。ちょっとさ怖いっていうか、なんかチャレンジャーだよね。だからそうなんか着慣れた踊りやすい衣装がいいなって気持ちもあるけど、でもせっかく初披露するんだったらちゃんとオリジナルの衣装も着たいしなって感じですね。そうでもなんかすっごい熱い衣装とかだったらさ嫌じゃん。嫌じゃんってこっちが嫌なんだけどさ。そうでもまあ見てほしいよね、そうなったらね。そう。そうちなみにじゃあみんな新しい衣装はまあそのサマステで着るか着ないかは一旦置いといたとしてね、どんな衣装だと思いますか？どんな衣装だと思いますか HKT。 え、わかる HKT さん、しかもさチームごとでさ衣装さ新衣装あってさ羨ましい、いいな。しかもなんか曲もねすごいいろんな AKB さんの曲とかやってたりしてすごい楽しそうだった、いいな。 NGT のサマステは一体何をやるのかお楽しみにしててください。腹出し衣装希望図。あ、NGT シングル衣装ではないね、お腹出し。NGT のシングル衣装って割とやっぱロング丈が多いじゃないですか。あの別ぐらいじゃない？短いスカートなの。ね。なんかまあ渡り鳥も短いけど、なんかあんますごい短いって感じしないよね、あの衣装あんまり。え、そう確かに世界人みたいな衣装だったらちょっと困る。あれ絶対熱いよ。あれでサマステちょっとやばいって。そうなんだね。だからどういう衣装かによると思う、正直。本当に浴衣っぽい生地、あー確かに夏らしいね、いいですね。花火がテーマだから浴衣、あー確かにね。花火イメージでカラフル、あーなるほどなるほど、花火みたいな。でも確かに花火、やっぱ花火夏とかまあまあそういうのを連想しますよね。水色ね、うん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 、なるほどね。トイレ衣装、あ確かにトイレ衣装、こう着物浴衣みたいな感じだね。確かに王様は確かに制服だった、スカート短いわあれ。肩が日焼けする衣装、あーなるほどね。あちなみに昨日チャットに送ったあの日焼けは衣装ではない、衣装ではないです、多分ね。何の日焼けか分かんないのよ、いつあんなにさくっきり日焼けしたのかさ分かんなくてさ、全然なんか私は今年はあんま日焼けはしたんだけど、
そのなんかすごいくっきりと日焼けするほどしたと思ってなかったのに、昨日公演前に、夜公演前にさ、あの洗面所、歯磨きに行こうと思って洗面所に行ったらさ、 NGT の劇場の洗面所ってすごい白を基調とした明るい洗面所なんですね。で電気をさつけたらさ、ここがすっごいくっきりさ日焼けの跡がついててさ、それまで気づかなかったの。劇場の、しかも昨日がねちょっと首周り空いてるレッスン着だったから、それで初めてめっちゃ焼けてることに気づいてショックだったショックだったコンサートのハッピーなやつ、え、わかる、あれ着たい、あれ着たいあれ着たい、いいよねあれあれまたサマーソングで着るのかな。確かにあれサマステでもいいよ、なんかお祭りっぽくていいじゃんねえ、これさもう今だからさ話していいかなあのね、このえ、これ話したっけ、ちょっと忘れちゃったんだけどさ、このさ、あのコンサート、去年のサマーコンサートの時に新しく作っていただいたのハッピーみたいなさ石はあるじゃない、あれカホがさすっごい気に入っててさ、カホが卒業前にさ着たいって言ってたのね。そうで、まあ結局着れなかったんだけど着たいって言ってて、でさカホはさ卒業前だとロックブロックが最後だったじゃないですか。でロックブロックやる時に衣装何にしますかっていう話になって、でロック曲、なんだろうね衣装みたいな話してる時にカホが、私ハッピー着たいって待って、夏ブロックだったらまだ100歩譲ってわかるけど、ロックはちょっとってなって、あの却下されてましたいや、わかる、私たちはそのカホの最後に着たいっていう気持ちにすごい応えてあげたかったんだけど、ちょっとさすがにロックと違うかなってなっちゃってそう、そうだよね、それはそうだと思うってカホも言ってたけど、そう、あの断られてたそう、でも結局さ、あの夢しなで着てたあのロック衣装になったじゃないですか。でもカホはあれも卒業前に着たかったからこれでよかったって言ってたんだけど、ちょっとハッピーもちょっと心残りがあったみたいちょっとね面白かったね、その時すごいあの空気感がすごい面白かった、ハッピー着たいって言った時のそうだから、多分カホ的にはロックブロックとか関係なく、自分が卒業するまでにあのハッピーもう一回着たいんだよねっていう感じで言ったんだけど、ちょ、言うタイミングがそのロックブロックの衣装を何にするっていう時だったから、すごいみんながポカーンってしてたすごいね面白かったそう、ハッピー社4期ないですね、まだ4期生加入してない頃なので。でもどうなの、実際去年の夏から考えてさ、卒業したメンバー結構いるからさ、まあ、全員分は無理、あ、そうね、ギリ全員分足りなかったの。でも3人ぐらい足りないくらいで、そう思うと去年の夏から考えて4期生が入ってきてもなんかプラス3くらいでしかないんだって感じで、結構びっくりした記憶最後の願いかな、そうなんですよ。だからね、前あの青のロック衣装も着たかったからって言ってたけど、そうでもね、あのね、ハッピーはちょっとカホの卒業前に着る機会はさすがになかったですね、残念そういやね、そうだからサマステね、それでもいいなそれも着たいな。でもサマーソングでもねなんか着そうな感じするから、去年着たんだよね、去年のサマーソング確か一発目頭の曲ハッピー着た気がする、うん、そう新曲のね衣装はでもとっても素敵ですよ素敵ですよ、あのハッピーは涼しい、うん、まあ踊りやすい、スカート短いスカート短くて踊りやすい、涼しいかって言われるとまあ普通普通
そう、新曲の衣装でもすごい、あのね、映える感じの衣装ですね。今までの NGT にはね、ないタイプだと思います、うん、そう、今までの NGT とは結構ガラッと印象変わるんじゃないかなって気はするんだけど、どうだろう。そう、でもめちゃくちゃ今回も素敵な衣装なので、そうね、まあサマステでは着るかどうかわかんないけど、でまあいずれはさ公開することになるわけじゃないですか。そう、でもすごい、だから早く皆さんにお見せしたいぐらいとっても素敵な衣装です、うん、なので楽しみにしててほしいですね。そう、ただまださそれを着てさちゃんと踊ったことがないからさ、どうなんだろうってどうなんだろうって、ましてやね、サマステできるってなったら外になっちゃうから怖いよって怖いよって、ハッピーぐらいの方がちょうどいいかもしんないんだけど、そのジャケットの衣装ではないんです。そうそう、あれはジャケットってあれですよね、シングルのジャケシャのことですよね。そう、あれはジャケシャ用の衣装で、まあ、あの別とかもそうなんだけどさ、あの別もあの別衣装がジャケシャとは違うじゃない、なんかそういう感じで、あれはジャケシャ用の衣装なので、そう、あの衣装はもう着ることはない、あれで踊ることはないんですけど、そうなので、まあ歌唱用というかその楽曲用の衣装はまた別でありまして、そう、それすごいとても素敵な衣装なので、ちょっと早く皆さんにもお見せしたいなって思います。はい、サマーソングセットリスト公演で着るか、ね、どうだろうね。そもそもサマーソングでさ披露するか、でもサマステで披露するならサマーソングでもやろうよって感じだよね。もういつでも披露できるじゃんって感じだよね。やるのかな、まあ、やるんだったら来たいよねって感じですね。そう、なんせサマーソングでまだ何やるか知らないからさ、そうなの、でもやるならぜひって感じですね、うん、そう、去年渡り鳥の衣装だ、渡り鳥の衣装ダメ、中のやつ、中のスカート落ちてきちゃうからあれ本当にラストのしゃべピンの時大変困りましたので、あれはねフェス向きじゃない、可愛いんだけどね、あの衣装中のパニエが重すぎてね、踊ってる間に落ちてきちゃうんだよねちょっとずつ解禁されていく、そうなんですよね。そう、昨日もねエッサであの3期の3人の曲が解禁されたりと、やっとまた少しずつ少しずつ解禁されてるのでね、もうだって発売までどんどん近づいてきますからね。そう、楽しみにしててくださいサマーソングセットリスト公演で全曲、あ、今回のシングルの曲、あ、その説もあんのか、確かにね、やろうと思えばやれるのかな、どうなんだろう、それもまあなきにしもあらずって感じかもね、時期的にはね、確かに。そっか、そうだね、それができるんだね、どうなるんだサマーソング当たったけど仕事やって、え、そうだよね、絶対そういう方いるよね。そう、ま、あの無理はせずって感じですが、でもせっかくね当たったので、もしこう都合つけられるようであれば来ていただきたい、何するか知らんけど何するか知らんけど、まあでもね、せっかく当たった方だけが来られる公演なので、まあぜひ見ていただきたいなと思うので、何やるかわかんないけど店舗限定写真、確かにまだ何も言ってないね、なんかこのお店だとこの写真ですよとかね、
まだそれも解禁する。でもさ、アナ別の時それ結構直前だった。なんかもうなんなら発売日の前日ぐらいまでさ、それ出てなかった記憶なんだよね私。アナ別の時、あれ今年今回まだそれ出てないなって思ってた記憶があるから、結構それはギリギリにならないと出ないかもしれないですね、あるってなったら、うん、昔みたいに新曲やる声もあったよね。ありました、ありました、そうだわ。青春時計とかセカオの頃もやってたし、シャベピとオーサムはリリースから1年も空いてんのに5枚目6枚目シングル発売記念公演みたいなのやったえ、シャベピもう1年経ってるけどみたいなありましたね。でも確かにそういうのもいいよね、もうそのまあリリースイベント的な、リリース記念公演的なね、いいよね。リハがっつりって聞いて全曲披露、あーサマーソングのリハ、そうなの、1週間詰め詰めに全部入って予定だと。でも中身すっからかんだったらどうしよう1日1曲ずつのリハ4日間とかそれね、ちょっと蓋は開けてみないと分かんないからね。そう、もう一度手をつなげたいフリーでしょね、言ってたよねラジオでね。あ、そうなんだと思って、なんせ私はまだ表題曲しかフリーでしてなくて、涙が枯れるまでそばにいるはまだフリレしてないので、そう、あ、え、そうなのみたいな、カップリングのフリレってもう始まってたのみたいな感じでした私も私もラジオで初めて知りました。そうだからさ、え、いつやるんだろうって感じです。全然私はまだカップリングのフリレはしてないので、そうサイン付きね、あ、確かにね、今回言ってない。でもなんかそれってリリース前結構ギリギリにいつも言ってるよみたいな話になってね、この前ね。 MV もね、いつ解禁されるかにもよりますしね、うん、前回店舗特典待ってたら売り切れてた。え、わかる、私のママもさ、なんか毎回シングルのさ、その特典の生写真をさ探し回ってなんか毎回ママ、私のママツタヤはしごして CD 買ってるイメージあるんだけどわかる、なんか気づいたらね特典すぐなくなっちゃってたりするよね。優しさの重さね、もう披露することないのかなだってもうカホいないしな。そう、やりたいけどね。そう、でもなんかそれでさ、じゃあカホのところに誰かを入れるっていうのもなんかちょっと違うんじゃないかなって思っちゃうんだよね。なんか折り面大事にしたい人だからもうさ、全くの別の人でやるならさ、全然どうぞどうぞって感じだけどさ、なんかね、じゃあ誰入れんのみたいな話になっちゃうし、やりたいけどね、難しいよね。4人バージョンでも作ってもらうみたいなユニットってそれ難しいよね。あ、全悪、確かに全悪で新曲披露、全曲やってたね、懐かしい。え、確かにそれがやりたい、一番何が一番やりたいかってそれだよね。だってもう全悪がまずやりたくない、全曲披露もできるし衣装で握手もできて最高じゃないか。しかもさ、なんかその個別握手みたいにさ、事前の申し込みとか特に必要ないじゃん。でも CD を買ってあそこに入ってる封入のその件さえあれば誰でも参加できるから、なんかさ、ハードルがやっぱすごい低いじゃない、事前申し込みとかがない分さ。だし、なんかもう見てもらえる、しかも全役だと何人かで一組だったり一レーン何人とかだからお得感もあるし、結局あれが一番いいじゃないですか。いやー、わかる、全役やろういやー、それな、結局全悪のシステムが一番いいのよ、本当にそう思う。だから握手じゃなくていいって、握手が今回もね、握手じゃなくておしゃべりだからさ、いや、いいよそれは。じゃあもう握手じゃなくていいから、そのシステムを戻してほしいよね、本当にわかる。そうなんだよ、耳の映ったり特典はコンプして、え、どうなんだ。でも今回一応センターやらせていただくので得点多いといいけどどうなんだろうね。
どうしようもないことは2人だったよ。確かに。でもあれはさ、木の曲だからさ、ねえ、そうそうそう、木の曲に別の木の人が入ってきたら、まあそれはもちろんそれは違うじゃんってなっちゃうからね。そう、でも選抜、なんかショールーム選抜ってなるとどういう扱いになるんだろうね。わかる。しかも衣装でね、衣装をさ、その近さで見ることってさ、冷静に考えたらないじゃないですか。そのそれこそツーショットとかじゃない限りさ、と全員かれば新規の人連れて、わかる。まさにそうですよね。いや本当にそう、そうなのよ。やりたいな。そう、私はその善悪に関しては行った身でもあるし出た身でもあるので、世界人の時は出た、善悪っていうか武道館待ってめっちゃかっこよかった今、善悪っていうか武道館さらっと出す言葉にしてはかっこよすぎた。でも事実なんですよねいやそうなのよ、あの青春時計の善悪は行ったことあって、そうだからファンとして善悪参加したこともあるし、メンバーとして参加したことも、あ春どこの時もそうだね、春どこの頃ももう加入してたから、春どこと世界人の善悪はやってましたね。あそうじゃん、あそうだそうだそうだ、春どこのさ善悪でさ、京都でさドラさんの5人でスカヒラとかやったじゃんね、あれ善悪だよね。そうだ、善悪ってさ新曲だけじゃなくてさ、なんか私君好きとかもやった記憶あるんだよね。なんか新曲のさ曲だけじゃない曲やってたよね善悪って。いや超豪華じゃん、超豪華じゃん、やろうよやろうよ。そうだな、そうだね、ミニライブなんかシングルの曲だけじゃなかったよねやってたの。うん、4期の知名度アップのため、あもう4期にあれやらせましょう、お出迎え今やってるかもう今やってるか。でそうだよ、あなんか私たちがその善悪参加してた頃お出迎えをやってて、なんかもう一回入場してきたのにもう一回退場して、すごいお出迎えをループしてる人がいました。今日何回おはようって言ったみたいな人とかいた夏ありましたね。そうだ、自然渋滞木の曲から全体、確かに、えそうじゃん、自然渋滞木の曲だけどもう今や全員曲だわ、なんならコンサートで全員でやってるしね。確かにそうだ。いやそう、でもさ善悪のさその複数人で一連システムってさ組み合わせもあったりするからさ、まあ地獄を見る人もいるのかもしれないけどだから組み合わせもねその回によって違ったりするから、なんかそれも含めて楽しいし、それを見た上で、あじゃあ今回はなんか自分の推しとは違うけど、推しとはまた別のレーンにいるけど今回はこのレーンにもちょっと遊びに行ってみたいなとかもさできたわけじゃん、その組み合わせによって。だからそういう楽しさがないよねそういう楽しさを欲してるよね今。わかる、本当そうだと思う。よく考えれば武道館ってすごい、いや本当によく考えなくても本当にすごいよ本当にすごいんですよ彼。でもあそこになんか入れただけで本当にすごかったな。私たちはそばは食べてませんけど、私たちは先輩たちがすごいそばを頑張って食べてるのを裏でこうやってずっと見てました。私たちはそばは食べてないんだけど、その最初で最後の折り面わちゃごのも京都、そうか、あの檻を京都まで持って行ったんだね研究生公演が発表されるときメッセの前、そうだったよね。てかときメッセで善悪やってんの贅沢すぎるね贅沢すぎるね本当に。いやーいいなー、そういうのやりたいよね。
戦略で推しではないメンバーに連れられる。そう、まあでも分かる、行きたくなる気持ちは分かりますよ。 それはなんか推しと一緒にいる子の場合もあれば、もうそもそも推しとは全然違う例、推しが全くいない例にも、なんかまあ善悪だったら遊びに行っていいかなみたいなね。ねとか言っちゃった。いや分かりますよ、確かに。いや本当にやりたい。てかなんか、うん、やっぱ善悪のシステムって良かったよね。しかもさ、私が記憶して、私は青春時計の時の善悪に行ったんだけど、その時あのそのさ CD のさ、通常版の方の CD に入ってるさ、その件で、まあ、ステージを見れるじゃないですか。でその後その剣のまま、まあ、どこかの連に行けるじゃん。あとでその連に行くとその剣はさ、まあ、消滅するけれども、なんかあのポスターもらえるみたいなのもやってたんだよね。その握手かポスターかみたいなさ、なんかそれめっちゃよくない？だってさ、普通さあんまシングルのポスターさ手に入れられることってないじゃん。なんか意外とないよね。それこそなんかサイン入りポスターとかをさ、なんか抽選でとかはまあ今でもやってたりするけどさ、シングルのポスターをさそんな簡単に手に入れられることってさ今ないじゃないですか。でも当時善悪のその件と引き換えでポスターもらえたんですよ。そう、いや私は、私もらったんだったっけな、ちょ覚えてないんだけど、青春時計の時でもポスター引き換えられたよね。そう、現地で CD 買ってポスターもらえて握手券も入ってて、そうだよね、あったよね。そう、そういうのもやりたい。そう、ハイブだった時、そうですね。そう、私迷った、ポスターも欲しいと思って、でもその頃さお金ないからさ、学生で、そう、なんかそんなその場で買い増しとかできなかったけど、そう、そういうのやりたい。やりたい。でもまあ今回のシングルでそういうのがあるかどうか分かりませんけど、それに関しては私もまだ知らない。なんかあってほしいなとはもちろん思うけど、まあないかもしれない、そんな話は聞いてないからね。そう、あったらいいなって思うけど、そう、でも私が知っている中でまた別のすごい皆さんにこう楽しんでもらえるようなのはあると思う。そう、なのでそれではないんだけど、なんかそういうのがあるんじゃないかな、多分。って感じだから、楽しみだねって感じ。それは会えますか？わかりません。わかりません。うん、なんかそういうのもね、いっぱい、まあシングルのなんかシングルリリースに向けて、でもそういういっぱいあるといいなーって。いっぱいあるといいなーって感じです。ね、でもやっぱりもうシングルがいよいよ近づいてるなーって感じ。今日もね、あの今日お休みだったんだけど、あのシングル関連の提出物を出してた。シングル関連の提出物を出してました。でってことは、まあ、何かしらに使われるってことじゃないですか。みゆちゃん手大きい。あ、急だね、でかいよ。急だ、ね、でかいです、めちゃくちゃでかい。リリースまであと15、あ、意外と早い、2週間ちょっと、まあそんなもんか、2週間ちょっとか。
楽しみ。そうでもさ、なんかリリース日まで2週間って聞くとまあちょっとまだな、長いな、待てないなって感じするけどさ、来週おしゃべり会がありますから、皆さん嬉しい、楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。おしゃべり会何話そうかな話したいことありすぎる。そうそう、でもちょっと大変なのが荷物が絶対に多いことで絶対に多分だけどサマステからそのまま行くんじゃないかと思っていて、私は朝一からだから家から長岡に向かうんじゃなくてサマステを経由して向かう気がするのね、スケジュール的に。ってなるとなんかすぐ荷物めっちゃ多そう荷物めっちゃ多そう。あ、そうなんだ、から一旦東京に天使持っていかなきゃいけなくなる説があって、そう忘れ物したら終わるそうなんだよ、だからどうなるんだろう。そう別に天使東京でつけないよ、つけないけど天使を一回東京まで持っていかなきゃいけないかもしれないなと思って。ハイブ長く初おしゃべりか、わ嬉しい、お待ちしてます。そうだね、きっと初めましての方も多いよね、楽しみ。そうね、忘れ物には気をつけます、みんなも気をつけて、忘れ物しておしゃべり会参加できないとか悲しいから悲しいから気をつけてね。忘れてもパパに持ってきても、確かに東京でおしゃべり会するわけじゃないからワンちゃんいやでもうちにあるものだからね、きっとそれでもダメだね。18日初めて送る、あ嬉しい、ありがとうございます。初めましての方多いの楽しみだな、サマステのね翌日だしね、うん、嬉しい。あそうよ、チアとナースも着るから、そうなんだよ、忘れないようにしなきゃ、天使だけ忘れないようにしようと思ってチアとナース忘れたら終わるよねそうなんだから、めっちゃ持ち物いっぱいだから気をつけないと、靴も持っていかなきゃ、すごい大荷物すごい大荷物、頑張る。そんそうだそうだ、それで全然話変わるんですけど全然話変わるんですけど、昨日公園にお友達が見に来てくれて、またねその昨日はお友達が何人か来てくれたんだけど、この前これ難しいんだよね、なんて言ったらいいかな、一人はもう公園に何回か来てくれてる子で、もう一人はこの前初めて公演デビューしてくれた子で、もう一人は今回が初めて公演デビューの子で、もう一人なんか4連してくれたんだけどさ、もう一人はその今まで何回か公演来たことある子の妹ちゃんでさや推しだった子で、なんとさやの卒業公演ぶりに劇場に来てくれたんですそうなの、なんかやっぱりさやの卒業後にちょっと公園行けないってなっちゃってたみたいで、そうなんだけどついにさやの卒業を乗り越えて劇場に昨日来てくれたんです。そうだから久しぶりに劇場来てくれてありがとうって言いました、暗躍にそうなんですよ、でもなんかもう前座からもううるうるだったらしいです。そうでもそうだよね、推しの卒業を乗り越えるってそういうことなんだなってすごい思いました。じゃだから友達は2回目ましての人と昨日が初めての声の子がいて、そうでもまあ2回目ましての友達は前回初めて劇場に来てくれたんだけど、なんか眼鏡忘れてきて全然見えなかったって言われて
多いって感じなんですけど、そうでも今回はちゃんとメガネを持ってきてくれたし、なんと超いい席にいたの。なんか席運めっちゃ、席運めっちゃ良くてすごい前にいてそうなんか前回はあんま見えなかったらしいんだけど、そうなんだけどメガネを今回持ってきたし席も良かったから、そう見えたらしいです。良かったそう2列目ではないな。そう普通に申し込んできてくれたの。前回も割といい席だったんですけど、センターブロックだったんだけど、今回はもうセンターブロックの前みたいな感じ、めっちゃいいとこに行って、すごくないだから公演の開演前にどこどこだったって連絡をくれたんだけど、それででもさ、どこどこだったって言われても私わかんないのね。わかんないからファンの方のツイートから座席のさ表載せてる人いるじゃんあれを拾ってあれで確認した。でそしたらえめっちゃ前と思って、そうで出たの。そしたらその子たちもめっちゃ前だったんだけど、その子たちよりもさらに前に私の知り合いがまた一人座ってたねどういうことみたいな。なんか昨日すごい前に知り合いばっかりで、そうびっくりしたっていうそんなことあるって感じじゃない。だってその子たちからさ事前に連絡が来て、その子たちもえすごいめっちゃ前って思ってたのに、そうそれよりも前にさ。でもその人は連絡先は持ってないのね、知り合いなんだけど。そうだからてか夜もいるって、あ夜もいるってのは昼もいたんだけど昼もいたんだけど夜もいると思わなくて、そうしたらそうびっくり、聞いてた人たちよりもさらに前にいたしびっくりみたいなことが起きたんですけどすごいね。でもだから昨日それで公演をね見てくれたんだけど、そうあのミミエって公演やってる時こんなに笑顔なのって言われてこんなに笑ってるのって言われて、なんかまるで私普段笑ってない人みたいな言い方ですけど、なんかそうじゃなくて、なんかもうすごい誰よりもめっちゃニコニコしてたって言われて、まあ、友達補正が入ってるかもしれないけどね、誰よりもニコニコしてたって言われて、そうでもこれは本当にミユをミユって言われたことないわミユミユって言われてんだった。ミミをしてる人はもうみんな優勝しちゃうよって言われたもうこれ見てて優勝しない人いるのって言って、優勝ってどういうことだろうって思ったんだけど思ったんだけど、そう優勝もうこれは優勝しちゃう、優勝しない人いんの言われたやったそうでも本当に昨日はあのめっちゃ笑ってた自覚ある。えいつも笑ってるけど、もう昨日なんか面白すぎてそうなんかめっちゃ楽しかった。なんかまあ友達がいるのももちろんそうなんだけど、すごいあの知ってるファンの方もたくさんいらっしゃったし、なんかみんなからもすごい楽しんでもらえてることがすごい伝わってきたのね。そうなんか一緒に踊ってくれてたりとか、そうもうめちゃとにかく楽しんでくれてるのがすごい伝わってきたので、そうもう声出して笑っちゃうぐらいすごい、あの自分の歌割りじゃない時にね、マイクつけて声出して笑うのはさすがにやばいけど、そうでももうマイクつけてない時に声出して笑っちゃうぐらいめっちゃ楽しかった、めっちゃ笑いました。そうただのニコニコじゃなくてファンの目を見てニカ、もうそれなんか今日はじゃない昨日はニカじゃなくてもう爆笑だった。そう一個すごい爆笑した瞬間があって、なんかあの別の時なんだけど、なんかお昼も夜もすごい同じファンの方が同じぐらいの場所のとこにいたのね。そうでそれでなんか頭3曲踊ってた時気づかなかったんだけど、あの別の時にねえ虹に願いを言ったらってさ
下手側頭三曲あんま見る瞬間なくてさ、あの別のその 2A の時に下手側初めてパッて見た時に、あれ昼と同じみたいになった瞬間があったのよ。そう、その時にすんごい爆笑してたんだけど、その瞬間が DMM で映ってるからよかったら見てみて。あのね、その時の顔に私があの当てれこするなら、え昼と同じ場所やんっていう顔で笑っちゃった。そう、今の私のこのセリフをその瞬間に流してみて、そういう顔で笑ってる。そういう顔で爆笑してる。そうから、そうちょっと見てみて。だからそういう感じで声出して笑っちゃってたの昨日は。あと何だったっけな、なんかの瞬間にもすごい声出して笑っちゃったんだよな。しゃべぴかな。もうちょっとでもとにかくすごいよ、楽しかった。あ、席で笑う、なんかそう、え昼と同じ場所にいないって思っちゃったんだよね。そうだから、昨日は特にすごい笑ってた自覚がある。そう、あとね、そう、あとでね、今までよりもめっちゃ目を合わせる瞬間が実は増えたんです、昨日。っていうのはこの前、これは本当にこの前あの後ろで見て感じて直した感じだったんだけど、あ見てきた、もうこのセリフぴったりでしょ、なんて言ったって私がそういう気持ちだったから。そう、このセリフを当てれこしてみて、その瞬間にあの別の 2A ね。2A の下手が向いた瞬間の顔ね。そうね、その後でをさ、そのこの前自分が出てない公演を見てた時に、あなんか私今まで後であんまりなんかこう目線合わせるのちょっと難しいなって思ってた瞬間があったんだけど、そうね、だから今は君も愛を騙してってさ、最初はメンバーと向き合うんだけど、反対向いた時ってなんか私はね今までまっすぐ向いてたんだけど、あこれって別にファンの方の方向いてても違和感じゃないんだと思って、昨日初めてやってみたらさ、ねだから今は君も愛を我慢しての瞬間にだからファンの方の方向いたの。そしたら一緒にこうやってやってるファンの方と目が合っちゃって、今まで目を合わせてなかったところでファンの方と目を合わせる試みをしてみたら、すごいなんか気まずくなっちゃった。一緒にこうやってくれてたって、だからすごいなんかあってなっちゃって。そう、あとね、後で上手のあの固定のカメラに見る瞬間が多分今までより増えたので、ちょっと DMM でよかったら見てみてください。そう、今まであんまり後であそこのカメラ見たことなかったんだけど、あ意外と映ってたんだと思って見るようにしました。ちょっと見てみてください。とかね、だから昨日は結構そういつもと変えてみた部分も多かったし、そうよかったら DMM で見返してほしいとこ行ってみてください。いや待って、本当に面白かったんだよ、もう後でのこの瞬間。って思っちゃった。面白いよ。いやだから本当にね、こうやって毎回楽しいなって改めて思いました。そう、えだからさ、なんか昨日それで終わった後友達とご飯に行って、友達にすごい声の感想をいっぱい聞いてたのね。でその後さ、お家帰ってきてからさ、まあ、DMM もさ見返したりとかさ、あとなんかもう本当にとにかく私は、まあ、自分がステージに立ってる瞬間もそうだし、やっぱステージに立ってる時の自分がすごい好きだなって思って、なんか過去の公演だけじゃなくて過去のパフォーマンスも見返してた。夜中もなんか3時まで起きてた。なんか眠れなくなっちゃって、そう夜中まで自分がアイドルしてる動画を見てた自分で。そうでもやっぱそういうの見ちゃう、あとまあもう他のグループさん、他のアイドルさんの動画とかも見てたんだけど、人がステージ立ってる動画とか見るとなんか自分も立ちたくなっちゃうから、すごいもう1日超えなかっただけでめっちゃもうやりましょうって感じ。もうやりましょうって感じでした。でも次の公演は16なので
サマステ前ですけど、はあ大変、頑張ろう。そう楽しかった、また早く公演やろうねやろうねって次16なんだけど、やろうね。でも16、1公演しかない。いやでも1公演で助かるか、さすがにさすがに助かるか。いやサマステ、いやめっちゃ楽しみ、今週末やばい、楽しみすぎる、嬉しい昨日の昼はいつもより元気でダンスが帰りっぽくなる部分が、待ってそれはさすがに自覚なかったです、確認してみます。でも昨日帰りなかったから、ちょっと私の中に帰りが宿ったのかもしれないね発音しゃべり楽しみだね、嬉しい。いや分かる、公演サマステおしゃべりがもう本当に楽しみすぎて、本当に楽しみ、本当に楽しみ、あ怖い怖い怖い。挨拶に行きます、ありがとう、お待ちしてます、嬉しい。だからさ、もう絶対体調崩さないようにしようと思う。今体調崩したら結構終わりますよね、大ショック。だからみんなも気をつけて、本当に。あとはサマステね、来てくださる方とか、もう次の日おしゃべりがあるから、本当になんか無理だけはしないで。めっちゃ絶対暑いからさ、まあちゃんと実施されればの話なんだけど、絶対に暑いから、それで無理してサマステ楽しんで次の日おしゃべり会ちょっともう熱中症でダウンみたいな、めっちゃ最悪じゃないですか。だからもうみんな絶対に体調崩さないようにしようねパフォーマンスしながら口説いてくる、待って待って、口説いてる記憶はない、つろうつ、うんつろ、うん、なんだろうな、いや口説いてる記憶はないですどうやってどうやって口説くの好きになってもらえるようにはまあわかる、口説いてはないよね、本当にお互い気をつけて、体調には本当に気をつけて、そう私も気をつけるし、みんなも気をつけないと一緒に楽しめないからね、そう気をつけて。じゃあそろそろちょっとラジオが始まるので、ランキングを読んで終わりにしようと思います。はい、ランキングを読めます。13位ヒーローさん、ありがとうございます。12位サクさん、ありがとうございます。11位カツギさん、ありがとうございます。10位トッシーさん、ありがとうございます。9位ノートンさん、ありがとうございます。8位あやめさん、ありがとうございます。7位ラーマさん、ありがとうございます。お6位ポンキチさん、ありがとうございます。5位ヨシさん、ありがとうございます。4位のサラさん、ありがとうございます。3位ヨシーさん、ありがとうございます。にほしーさん、ありがとうございます。ちーてるはやさん、ありがとうございます。ではこの後皆さんラジオ聞いてください、私も聞きます。それではありがとうございました、おやすみ、バイバイ。